9月18日日曜日、能勢町国体記念スポーツセンター射撃場において第63回秋季全関西学生ライフル射撃選手権大会兼第22回秋季全関西女子学生ライフル射撃選手権大会が行われました。女子 10m エアライフル立射40発競技決勝戦には2回生の堀部咲穂さん、4回生の松幅あゆさん、2回生の山田咲さんが出場しました。男子 10m エアライフル立射60発競技決勝戦では立命1回生の渡名喜直人さんと2回生の藤間義樹さんが出場。試合結果は男子渡名喜さんが 179.3 点で3位、藤間さんが 117.6 点で6位に、女子堀部さんが 205.2 点で優勝、松幅さんが 181.4 点で3位、山田さんが 97.7 点で7位となりました。今回の大会で優勝した堀部さんはですね、本戦の時からそうだったんですけど、自分の中のルーティーンをしっかり緊張の中でも組み込むことができたので落ち着いて打てたと思います。インカレでも今回のような点数を打てるようにまた1ヶ月練習積み重ねていきたいと思ってます。1回生で3位に輝いた渡名喜さんは最初の方はものすごく不安で8位で終わるんじゃないかっていう気持ちもあったんですが、もうここから自分の気持ちを落ち着かせて上位に行けたらいいなっていう感じで打っていきましたね。勢いを止めることなく全身全霊で打ち続ける立命館大学体育会射撃部、次の目標であるインカレに向かって総合優勝を狙い撃ちます。